獣ラビリンス、やっていきましょう。獣フレンズの二次創作ゲームで、今回プレイするのはローグライクのゲームです。このさ、セルリアンかな、この右から迫ってんのすごい競争だな、怖い。スクール制のゲームだね。うん、このセーブ画面始めから。お話は見る。なにこれ、なにこれ、あ、すごいあ、すごい素のすごいが出ちゃった。カバンさんだ、パーフェクトカバンさんだね。両側刺さってるから。着きましたよ皆さん、長旅お疲れ様でした。今ミューって言ったミューわーい、到着。みんな元気にしてるかな。あ、ちゃんと新井さんの声だ。あれかな、あの元々の新井さんのボイスを素材として、あの抽出して、それを使ってんのかな。元気じゃないと困るのだ。せっかく内緒で帰ってきたんだから盛大にサプライズするのだ。それにしてもまずは誰かに頼んでみんなを集めてきてもらわなくちゃね。これはあれかな、テレビシリーズの最後に出てった後にこっそり戻ってきたって設定かな。それじゃあサプライズにならないのだ。はあ、そしてこの BGM はやめろ俺たちの心に聞くそこは僕たちが突然会いに来たというだけでも十分サプライズになるかと。みみみ、きっと喜んでくれるよ。最初は誰に会いに行こうか。大勢に声をかけるなら鳥のフレンズに頼むのがいいよ。博士たちとか、それいいですね。じゃあまずは図書館に行ってみましょうか。着いたら先にこっそり料理を作って二段構えでいきましょう。隙を生じぬ二段構え。何それ、何それ、すっごい楽しそう。さすがカバンさんなのだ。それなら博士たちも絶対びっくりするのだ。そうと決まったら急いで図書館に行くのだ。あ、荒井、新井さん、また先走ってしまったね。他のフレンズに見つかっちゃう前に呼び戻してくるよ。フェヌクさん、参戦お願いします。もう新井さんは相変わらずだね。デュフフ、そうだね。ここから図書館までだとどう行けば早く着くかな。あ、ボスだ。こっからなるべくフレンズがいないところを通っていくなら。ボス、壊れかけてない遊園地の中を通って山を迂回するルートが良いよ。なるほど、ラッキーさんありがとうございます。分かったよボス、行こうカバンちゃん。あ、サーバルちゃん置いていかないでください。さて、こっからステージが始まるのかな。お悪魔の門だ、ヘルズゲートと呼ぼう。遊園地といえど荒廃してるからね、パッと見ホラーだよねこのサメは生きてる？いや、生きてたら危ないな。そしてこの BGM をチョイスするってことは何やら不穏な動きがあるっていうか、いろいろ怖いコーヒーカップなんだろうけど、元からこんななんていうの、魔剣、あの魔王の魔に犬で魔剣、そっちの方の危ない感じなの。ねえサーバルちゃん、ちょっと変じゃないかな。あ、そういうことか。変？どうしたのカバンちゃん、さっきから静かすぎるような気がして。それにいくら歩いても同じ風景だし、え、あの二人も戻ってこないし。そういえばこの遊園地ってこんなに広かったっけ、久しぶりだから忘れちゃったのかな。もしかしたら新井さんとフェネクも迷子になっちゃったりして。あはは、新井さんはともかくフェネクさんはその心配はなさそうだけど。あわわわわわわ、異常事態異常事態。ボスどうしたの、もしかして私たちが迷子になっちゃったとか。教習エリアの地図情報に不整合が発生しています。 GPS による測位地点が内部地図上の現在位置と合致しません。わわわわわ、なんだろう、次元の歪みから平行世界に来ちゃったのかな。 GPS って何でしょうか。エラーエラー、最寄りの施設の2で情報の同期を行ってください。あ、カバン、とにかく遊園地を出よう。出口に向かってくれないかな。断る。あ、やっぱりボスも迷子になっちゃったんでしょう。どうしてラッキー様で。一度外に出ればあの二人と会えるかもしれない。すぐに移動し、まさか出口がなくなってる。あれ、カバンちゃん何か見つけたの。やっぱりおかしいよサバちゃん、僕たちが遊園地に入ってきた場所がなくなっちゃってる。なんだって。戦闘に入るのかと思った。え、一回遊園地いきなり始まった。とにかく周囲に何か目印になるようなものがないか探そう、サバルちゃん。わかった。
気になるものがあったら言うね、カバンちゃん。はい。あ、これいきなり進んでいい感じですか？あ、優しい。この方向、あ、ちゃんと斜め丸。向いてから、上向いてから上もう一回押すと、押し込みか。だからダッシュはあるだ、ん？ダッシュってあんのかな？まあ、やりながら、ちょっと、ね、操作方法のページとかあったんで、それとかも確認しながら行こう。だからできるだけ移動に関しては、誤動作が少なくなるようにしたのかな？まあ、ずっと歩きのままでも別に構わないけども、そしてアイテム拾ったね。持ち物、赤ジャパリマン、青パジャパリマン、黄ジャパリマン。これは早口言葉かな？赤ジャパリマン、青パジャ、赤ジャパリマン、青ジャパリマン、赤ジャパリマン、青ジャパリマン、黄ジャパリマン。ええわ、もう。で、元気が 20%、こっちは 30%。じゃあ、黄色は 83% ぐらいかな。ただのパンフ。おって、紙飛行機にできる。なんか紙飛行機を使って敵の注意をそらすことができるらしいよ。あ、書いてある、書いてある。キーコンフィグとあるね。B プラス C、A ダッシュ。A ボタンでダッシュが。ん？これは A ボタンってことがキーじゃなくて、キーコンフィグいろいろいじった方が良さそうだね。一応今、獣ラビリンスの特設ページを開きながらやってるんで、それを見よう。まず普通に移動して、ジャパリコインだ！ 2 枚拾ったよ。これは普通に、うん、お金として持ってるんだね。おお、こうやって、地図の見た目も変えられると。一応変えてみる？黒背景。迷うな。こうやってでかくすることもできる。おなじみだね。ちゃんと、パロディ元というか、そこら辺を、しっかり取り入れてるな。ここは繋がっちゃうからいいか。次のこっちの部屋、まだ敵とかもいないから。ゆっくり進もう。てか、カバンちゃん HP 低く。サーバルちゃん全員の方がいいんじゃない？あ、あれなんだろう。サーバルちゃん何かあったの？そしてもう戻れなくなってる。泥だらけのメダル。これは、ずいぶん汚れちゃってるけど、メダルかな？メダルって何？メダルっていうのは、以前土の子さんに見せてもらったジャパリコインと似た形をしてるものだよ。何に使うのかは僕にもわからないけども、あれかな？レールガンの人みたいに、弾くのかな？そっか、じゃあそれを土の子に見せてあげたら喜んでくれるかもしれないね。土の子が今回なんかショップ役かな、じゃあ。そうかも、とりあえずこれは僕が持っておくよ。攻撃力も、多分、まあ、後で確認するけど、これがカバン攻撃力？こっちがサーバルちゃんのあれかな？ちゃんとね、確認しながらやった方がいいんですけどね。欲を言えば、最初のうちはやりながら、ドロー落とせば何のメダルかわかるかも。なるほど。新井さんがいれば洗えるのかな？足元で、擬弾砲とかできるかな？つまり、ダッシュで金の上に乗れば。何を言いかけてたっけ？紅茶がこんなところに。紅茶を拾ったよ。HP が20回復する。へぇ。まだ敵は出てこないから。ゆっくり進む。今どこのボタンがダッシュに対応してるかを。ダッシュは交代できないよ。交代してからなのかな。もしかしてカバンちゃんはダッシュ、あ、セルリアンダッシュできないとか。待って、あっちに何かいる。お、セルリアンのテーマだ。あれってもしかしてセルリアン。本当だ、こんなところにもいたんだね。カバンちゃん、ここは私に任せる。すぐにやっつけちゃうんだから。うん、カーバルちゃん、行け行け。サーバル、君に決めた。シュッ、やったー。コモンブルーにパッカーンした。そしたら肉片が手に入った。メモリーサンドスター。あ、使うとその場でセーブ。へえ。あ、A ボタン、 A キーで変化。そして、あ、これジャンプできたから水場とか飛び越えられるんだな。でも
なんか消費が激しいとか。あ、大声床を踏んじゃった。サーバルちゃんは何が何だか分かんなくなっちゃった。ちょっとこうやってチェンジすると、よしよし、混乱してないと。あ、まだ混乱してる。敵がいないうちにちょっと歩いて、サーバルちゃんの状態異常直しておくか。落ち着いた、サーバルちゃん。敵が、おっと、びっくりした。罠結構あるな。一歩一歩攻撃しながら、えいってやっていけばね、罠も発見できるんだろうけど、それをやってるとね、どんどんお腹が減っちゃうから。変な落書きを見てたら地形を忘れちゃったなんてこった。カバンちゃん覚えてない？覚えてないか。このバツってついてるのが罠のところだね。まあこれを頼りに。サーバルちゃんちょっと疲れてきちゃった。ジャンプしちゃった、間違えて。あ、でジャンプするとやっぱ減るね、結構。HP が左のやつで、元気っていうのがこの満腹度のようなもんなんだね。ちょっと青ジャパリマンあたり使ってみるか。赤ジャパリマン、青ジャパリマン、キチャパリパン。赤ジャパリマン、青ジャパリマン、キチャパリパン。赤ジャパリマン、青ジャパリマン、キチャパリパン。ダメ。半分こ。へぇ。二人で。半分こすると15ずつ回復ってことかな。だねー。うわー、仲良し。いいね、この半分こっていうの。食べる。この分けて食べるシステム好き。特製紅茶。へぇ。シナモンとか入ってる？体力回復効果が高い紅茶。50回復。おっと、罠多いなで、結構この満腹度というか元気ね、つい満腹度って言っちゃうけど、の減り早いね。あれはカバンちゃん、また何か見つけたの？またコイン。あ、カバン。新井さんのメダルを拾ったよ。おお、ここにもメダルが落ちてる。 これ新井さんの顔じゃない？まさかあのダービーに、ダービーのスタンドでバシーンってやってコインになったポルナレフみたいに。ほんとだ、新井さんが作ったのかな。あれ、カバンちゃん。うー、なのだー。カバンちゃん、カバンさんは泥だらけのメダルを洗ったのだ。メッセージ文が新井さんになった。憑依させんのかな、そのメダルの特殊能力とかを。へえ、どうしたのカバンちゃん。それじゃまるで新井さんだよ。そうだとしたら面白いシステムだな。あ、わかった。新井さんごっこだね。マホメド新井さんごっこかな。は、僕は一体。このメダルを持ったら、急に何かを洗いたくなって。カバンちゃん、一生懸命洗ってたよ。さっき拾ったメダル、綺麗になったね。あ、ほんとだ。で、これ、フェネックさん？わ、これで二人とも揃ったね。本人は見つからないけど、つまり、本人は見つからない。いや。ある意味見つかってるっていうことなのかな。そうだね。このメダル二人の手がかりになるかもしれないから大事にしなくちゃ。あらー、これこのゲーム面白いそして木の棒、火を灯せば見えないものも見えてくるかも。あー、あのセルリアンをにね、おびき寄せるためにブンブンって振ってたあの木の棒のように。とりあえずこれは装備でいいのかな。カバンちゃんでいいのかな。サーバル多分装備しないだろうね。で、装備すると、お、大きめのカバン、プラス2。あ、黄色だからまだ、中身のわからない状態だった。しかし、うん。とりあえず使ってみたと。能力見破り。装備すると、あー、相手の体力が見える。へえ。で、さっきみたいに汚れてるやつは、汚れつちまつたメダルは、新井さんを装備して、洗うことができると。じゃあ、フェネック装備しとこう。メッセージウィンドウとかが、口調がフェネックになるかな。周回プレイとか、そういう時したい時は、このお話をスキップでどんどん進んでいこうってことかな。出口に着いたね。早くこっから出よう。え、何言ってるの、ボス。全然出口じゃないよ。もしかして、サーバルちゃん、僕が先に行くから、ついてきてね。もちろん。モロチン、フォローミー。あー、もしやここでループしてんのかな。え、カバンちゃん、カバンちゃんが消えちゃったよ。やっぱりサーバルちゃん、すぐ近くにいるから大丈夫だよ。そのまままっすぐ進んでみてくれないかな。わかった。えい、ママよ。
別の空間にワープするって感じなのか。カバンちゃん、急に消えちゃわないでよ。ごめんね。でも今ので分かったことがあるんだ。この遊園地、中に入ると周りの風景が変わっちゃうみたい。入るたんびに風景が変わるのかな。だからさっき入ってきた場所が分からなくなっちゃってたんだ。ごめんね、カバンちゃん。よく分かんないや。実は僕にもどうしてこんなことになってるのか全然分からないんだ。もしかしたら他の場所も同じようなことになっちゃってるかも。へえ、どうしようどうしよう。ってそっか、図書館で博士たちに聞けばわかるかもだね。うん、だから予定通りこれから図書館に行こう。新井さんとフェネックさんも心配だけど、あの二人ならきっと大丈夫だと思う。前もずっと二人でいたんだもん。そうだよね。新井さんは何があっても平気だし元気だし、フェネックは方角もわかるし。それじゃあまたバスに乗って図書館まで移動しようか。バスあるのか。サーバル、はぐれたら危険だから絶対にカバンのそばを離れたらダメだよ。もちろん。ってボス、今日は私ともおしゃべりしてくれるんだね。わーい。パークの非常時だからね。みんなの安全の方が大事だよ。それじゃあ少しの間は食べられそうにならなくて済みますね。それはそれ、これはこれ。カバンちゃん、そんなこと言うと食べちゃうぞ。食べないでください。わー、食べないでください。サーバル、食べちゃダメだよ。あはははは、はどっ。めでたしめでたし。ちょっと何お兄さん、何お兄さん。違うの。びっくりした。そういうコーナーかと思ったのに。行きたい場所で C ボタンを押してね。出かける前の準備をするならジャパリバスを選ぶんだ。セーブもバスでできるよ。なるほど。なんだっけ、コインじゃなくてメモリーなんとかは団長内セーブ、多分まあ中断扱いかな。やり直しができるセーブかな。でクリアしたらそのマップを出たら、ここのフィールドマップ的なところでジャパニバスでセーブもできると。どんどん先へ進むのもいいけれど、遊園地にまだ使えるものが残っているかも。もう一度行って探索してみるのはどうかな。これレベルは引き継ぎ制かな、そのまんま。それとも一回入ったらまた一から戻るのか。ジャパニバスで準備。セーブ力ですかね。荷物の整理。あ、ここで預けることもできる。あー、なるほど。道具の合体。フレンズの合体はできないんですかね。道具の改良。バスの機能を強化する。へー。わー、面白い。あ、ボス、このチャパリマン食べてもいい？サーバル、食べちゃダメだよ。ジェニーが必要ですよ、ジェニー。有料って何？ここにあるものは全部非常時用の備蓄品なんだ。他のラッキービーストに頼んでバスまで持ってきてもらったんだよ。これ、テレビシリーズの後だとしたら、ジャパリバスはなんかジャパリボートになってたけど、またやっぱまあ別物として考えた方がいいかな。でも現在の災害レベルだとまだ無料で配布ができない決まりなんだ。何かと交換ということでしょうか。あ、これはこれはジャパリコインだ。っていうね、土の子の言葉を思い出したというわけで、今昔パークで使われていた通貨で、ああはは、あの通貨っていうのだな。今のジャパリマンのようにいろんなものと、もしかしてこれと交換かな。それだよそれだよ、ゴールドがあれば買い物ができるよ。すっごい。カバンちゃん、どうしてわかったの。ゲーム力ですかね。前に土の子さんとか話してたことを思い出したんだ。また見つけたらたくさん集めておいた方がいいかもしれないね。品物はこの中から選んでね。道具の引き取りもできるよ。ほうほう。一旦全部あれか、倉庫の中入っちゃう。クリアサンドスター、汚染されている道具を一つ除染できる。へえ、ラッキージャパリマン。あ、ランダム性がある。へえ、じゃあとりあえずセーブしてと。いやー、面白いこれ。まだ続けるけども、一旦今回はこれぐらいにしておきます。